こんにちは、りょうです。今日食べていくのはこちら、いろいろと調べてみたのですが、読み方すら分かりませんでした。おそらくこちらは中国の激辛焼きそば、中国製品の激辛焼きそばになってます。海外の方もこれを食べてる動画を上げられてて、めちゃめちゃ辛そうです。今回は激辛と文字が読めない怖さ、動画を見ても言語がわからないという怖さ、何が何かわからないっていう怖さが一番怖いんですけど、めちゃめちゃ辛そうなので、今日はこれを食べていきたいと思います。やるぞ。ではまず作っていきたいと思います。作り方は裏に書いてあるんですけど、絵を見ると日本のカップ麺と同じように蓋を開けてお湯を入れて4分待つで、最後にお湯を捨てて中に入っているタレのようなのをかけるみたいです。ちょっと開けてみます。このタレが入ってました。折りたたみのフォークも入ってます。黒い。あとはちょっとこれが粉々になったカスが入ってます。作っていきます。ここまでの匂いは普通のカップ麺、日本のインスタント麺と同じような。じゃあこのまま4分待ちます。今4分経ったのでお湯を捨てようと思ったんですけど、もうお湯も麺と同じように黒いです。黒くなりました。お湯を捨ててきました。このタレ、あ、でも、あ、美味しそうな匂いがする。バーベキューソースではないけど、あ、なんかどっかで匂ったことある。海外の方でこれを食べられてた方がよくやってたのは、ブルダックとかと一緒になんか食べ比べなのか食べてたんですけど、今日もこの命の水を飲むヨーグルトを用意させていただきました。まだ動画見られてない方、私はこの激辛を食べてる時に私を助けてくれるこちらの飲み物を命の水と呼んでるんですけど、命の水で激辛食べて何が一番効くかっていうのを実際に検証した動画があるので、もしよかったらそちらも見てみてください。しちゃあ、あー、ドキドキですね。いただきます。うわー、やばそう。うわー、やばそう。
作って、めっちゃ辛いですこの。あ、でもちょっとブルダックに似てます。うわ、辛。はあ。でもこれ、これ割と。日本の方でも美味しいって食べる方、好きな方多いかもしれないですね。味が濃いですね。味が濃いめの唐辛子なのか、舌をこう刺すような痛さがあります。結構痛みが引かない。いった。私が思うにブルダックは麺の方にちょっと甘さがある感じがするんですけど、これはもうただただ黒い麺が何なのか分かんないんですけど、あー、いたー。あー、いやー、この文字は読めないんですけど、ここはこのなんか。注意書きみたいなのも書いてますね。もう料理としては美味しいです。本当に味としては韓国麺の炒め麺と結構近いと思います。麺は日本の普通の焼きそば、カップ麺の焼きそばとかよりもちょっとパサパサしてるというか、水分がちょっと少ない感じがします。おお、あ、喉が熱い。やったー、やった、ごちそうさまでした。あー、しびれてる。あー。
がしびれる。なんとか完食しました。これは痛みがすごいな。胃にはまだ来てないんですけど、刺すような痛みが。この商品について皆さんにいろいろとお伝えしたかったんですけど、調べてもあまりこう情報が出てこなくて、皆さんにこの焼きそばのことについてお伝えすることができなくてすいませんでした。食べた後に来るこの顔面のしびれ、これも私が激辛を食べて本当にやばい時に出てくる症状の一つでもあるんですけど、目の周りとか口の周りとか本当にじりじり、本当に足がしびれた時みたいな、こうビリビリビリと電気の走るようなしびれがきました。辛い部分を除くと普通に美味しかったです。ということで今日のバルスを発表します。3.5 バルス。おー痛いな、まだ痛いですね。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。